な眺めながら食べたいと思います。
晴れてるのにちょっと雨が降ってきた。まあ、これは時期やむでしょう。ひなひな、なんで降んのこんなに。ここだけ雨雲。しかも後ろからなんか来てるし。雨が止みそうでやまないんで、ちょっと昼寝します。また雨が降ってきた。というか今日晴れだよね、予報。弱まってきたかな。いや、やればいいんだけどな。また降るかな。もう昼寝しちゃったんですけど、その間に雨もやんだので、ちょっと薪を拾いに行こうかなと思います。まあ、流木がいっぱい落ちてると思うんで、もうすでにここに落ちてますけど、ちょっと、薪を拾いに行きたいと思います。砂浜に降りてきましたけど、あ、すごい砂が柔らかいというか海って感じですね。いっぱい落ちてるんだけどな。こういうのとかいいじゃない。こういうのとかいいね。拾おう拾おう。よいしょ。ああ、いい。せっかくなんでこういう気になくてもいいやつ持ってこうかな。気になくてもいいやつ、切らなくてもいい系ですね。こういうやつかな。こういう、こういうやつ。よいしょ。この波の音が心地よい。なんかいっぱい拾ったぞ。よいしょよいしょ。
よいしょ。濡れないように干しとくか。しっか。今駐車場を歩いてるんですけど、ちょっと探索に行こうかなと思います。ここがトイレで、ここが炊事場。こういう風な、まあ、展望台っていうんですかね、展望台とかあって、一番南側ですかねが受付になります。あとはもうこちらに行くと正面にクリスタルビューホテルですねがあって、さっきここの海岸を向こうまで流木を拾いに行ってきました。これが僕のサイトで、あとはもうこんな感じでずっとサイトが続いてます。どこのサイトに泊まっても一面海なので、まあ、全然変わらないんですけども、ただ受付にあの売店もあるの で受付の方に炊事場とかトイレもあるので、こっちに行けば行くほど遠くなるんですけど、まあ全然景色は変わりません。向こうまであります。若干この遠くの方に行くと芝生がまあ青々としているということは、やっぱり向こうの受付側の方が当然近いので人気があるんですかね。芝生があるということはあまり使っていないということだと私は推測するので、これ何糞ですね、鹿かな、やっぱ鹿降りてくるのかな、ここにも。まあ、こんな感じになります。オーシャンビューです。じゃあ雨も上がったようなので近くの温泉に行って、さっぱりしていきたいと思います。
一回通り過ぎてしまって今引き返してます。到着。さっぱりした。あ、気持ちいい。よし。よいしょ。じゃあキャンプ場に帰ります。温泉入ってさっぱりしたので、これから夕日を眺めながらビールでも飲もうかなと思います。イカの唐揚げを買ってきました。
だんだん夕日が沈んでいっちゃいますね。でも綺麗だなこれ。清水、僕が住んでるのはちょうど真正面の清水なんで、なんか面白いかな、面白いな。泳いで行けばすぐ着きそうなんだけど、道路で来ると2時間半かかったんで、しかも今日迷ったんで多分もっとかかってると思うんだけど、うん、いいですね。やばい、すごい綺麗。すげえ、もう沈んじゃう。雲がまた、あの辺の雲すごい綺麗だ。たまんないわ。今日実は職場の方が、同じ職場の方がなんか釣りにここに来る予定だったみたいで、ちょうど、あ、じゃあ会うかもねとかっていう風に話をしていたんですけれども、体調を崩してしまって来れなくなってしまったんですけど、すごい、まあ、残念だったんですけど、その分僕は会社の同僚の方の分まで楽しんで来なければならないので、あの夕日もじっくり見させてもらいたいと思います。この波の音も夕日も雲も、ああ最高。